挑戦者堀口に勝ったってことは、俺にもブレイブゲートの挑戦する権利があるってことだろう。去年の年末、お前とブレイブゲート戦やって俺は負けている。そのリベンジがしたい。奥田、俺の挑戦を受けてくれ。断る理由なんて何もないですよ。8月1日神戸ワールドでこのブレイブカルで戦いましょう。俺に勝つ前提で喋ってんじゃねえぞ。7月31日神戸ワールド初日で奥田に勝ってチャンピオンになるのはこの俺だ。そうして2日目、影虎、お前が挑戦するのはこの堀口元気 HAGE だ、バカ野郎。よし、それじゃいいな。8月1日影虎の挑戦を受けるのは7月31日の勝者、これで決定だ。これで神戸ワールド記念ホール 2days 4大タイトルマッチ全てのカードが出揃った。神戸ワールド記念ホールはドラゴンゲートにとって総決算。皆さん、熱い戦いにご期待ください。